教えて、ディアブロ。皆さん、こんにちは。2023年3月3日に立憲共産、いえ、立憲民主党所属の小西博之参議院議員から提出された、総務省から入手したとされる小西博之参議院議員曰く超一級の行政文書であり、小西博之参議院議員が主に取り扱っているということで小西文書と呼ばれている行政文書ですが、小西文書において小西博之参議院議員へダメージがいくような答弁が行われていたそうです。今回はその答弁と小西博之参議院議員が答弁においてどのように反応をしているのか紹介します。問題の答弁が行われたのは2023年3月16日の衆議院総務委員会においてでした。共産党所属の宮本武史衆議院議員が総務委員会において言った質疑において、それへの答弁が話題となりました。その答弁の様子が次の動画になります。次に宮本武史君、宮本君。日本共産党の宮本武史です。 NHK にとっても極めて重大な放送法4条1項に定める政治的公平の解釈をめぐる行政文書の問題について、まず総務省に確認をいたします。3月の2日に小西博之参議院議員が公開した政治的公平の解釈についての一連の文書について、総務省に文書として保存されているものと同一化精査を行った結果、小西議員が公開した文書はすべて、これは行政文書、総務省の行政文書であることが確認をされました。そこで聞くんですけれども、これは情報流通行政局長に聞きますけれども、この文書は行政文書ファイルに保存されていたのかどうか、行政文書ファイル管理簿には記載されていたのかどうか、どのような形で保管されていたのか、お答えいただけますか。小笠原情報流通行政局長。お答えいたします。文書管理共有フォルダおよび行政文書管理簿、双方のお尋ねでございますので、まず第一に、3月7日総務省が行政文書として公表した文書は総務省において電子的に保存されていたものでございます。でそして総務省が行政文書というふうに認めさせていただいた文書につきましては、確認した結果、行政文書ファイル管理簿への記載が行われておりませんでした。このように行政文書の管理が適切に行われていなかったことは大変申し訳なく思っております。法令にのっとり速やかに分類整理を行い、行政文書ファイル管理簿への記載をすることとしております。この答弁でわかることは、総務省の電子データとしては当該文書が保存されてはいたものの、行政文書として管理していたかにおいては管理ファイルに記載していなかった野良の行政文書ということでした。どうしてそうした文書があるのかは、総務省内でも様々な管理文書があったりする中で後回しになっていた可能性もありますが、他の可能性としては近日中にどこかから持ち込まれていた可能性も示唆されています。8年前に作られた当該文書ですが、行政文書管理ファイルに記載されていなかったということは、どのように入手できてしまったかもさらに怪しくなってしまうことになりました。これについて門田隆昌氏が反応しており、この文書はどのような形で保存されていたのかとの共産党宮本武史氏の質問に、総務省は総務省で電子的に保存されていた、確認した結果行政文書ファイル管理簿への記載が行われておりませんでしたと、管理簿にも存在しないものがなぜ小西議員に渡ったのか、内容の信憑性を含むさらに疑問噴出、今までも信憑性という点で問題にもなっていたのに、さらに信憑性に陰りが出てきたと発言をしています。確かに重要書類であればそのままにしておかず、保存してすぐに記載をしていてもおかしくはないでしょう。しかも総務省が重要視している放送法における解釈であればなおのこと、そして派閥争いにも利用できる文書であれば、いつか武器として扱える可能性を考慮し、すぐに行政文書管理に記載しているはずです。ただそうでなく、どちらの派閥からも疑問が出るような文書、はたまた近日中に何者かによって持ち込まれた文書であるとしたら、話は別になってくるとは思います。どちらとしても問題ですが、もしも持ち込まれたのであれば故意的であることは明白であると思います。それを小西博之参議院議員に渡したのも故意である可能性が高いと思われます。そうした文書を本当に信用していいかは、かなり疑念を持たざるを得ないような気がします。ただこの文書について、小西博之参議院議員は門田隆昌氏のツイートを引用しつつ、
門田氏の悪意は本当に残念だ。行政文書の管理簿に存在しない極秘文書だからこそ、提供者はこの文書を使って違法な解釈を廃絶し、言論の自由と民主主義を守ってほしいとの思いで私に託してくださったのだ。総務省の最高幹部らが作成し使用したこの文書の内容には疑問など存在しないと言ってよいと、極秘文書だからこそ管理簿にもないという主張をしています。それであるならなおさら総務省における機密保持などに抵触してしまい、どうやって小西洋之参議院議員が手に入れたかが問題視される文書となってしまう気がします。さらに極秘文書であったり秘密文書であったりするものにおいては、秘密文書であれば官房長や局長またはそれに準ずる人などが期間を定めて保管することとなっており、極秘文書においても定期的に管理の確認という意味で5年を超えない範囲内の期間で指定及び指定期間の延長をしなければならないとされており、管理することにおいて管理簿にないというのはなかなかにありえないことなのではないかと思います。それに指定した秘密文書などにおいて特に重要なものは各行政機関の長に指定について報告を行うとしているため、高市早苗経済安保担当省が報告がなかった、文書が回ってこなかったという答弁と矛盾しているような、そんなことを小西洋之参議院議員が言っているとも捉えられます。いずれにせよそろそろ諦めたらいかがでしょうか。小西洋之参議院議員、この文書答弁についてネット上では管理されていない怪しい文書を非合法に持ち出したのか、これは事件だな。しかも行政文書としての信憑性が一気に失われたね。ワイドショーネタに格下げだな。もはや行政文書であるかも怪しくなってきたな。コニタン、どうやって入手したの？管理簿にも記載がないならいよいよ怪文書じゃ。この時期に出てきたことも不明瞭だし、コニタンはなぜ手に入れることができたのかも問題だ。むむむ、後から紛れ込ませた。時系列的に作成管理されてなかった。ぶっちゃけ私的な文書を勝手に職場のパソコンに保存してたのと大差ないレベル。ますます怪しいし、小西に渡したやつを知りたい。総務省の PC には保存されてたよ。でも行政文書ファイル管理簿には入ってなかったよ。それは一般的に行政文書と言わないのでは、捏造と言われても仕方ないですね。これ持ち出されたんじゃなくて持ち込まれたんじゃないの？そもそもこれ行政文書として国会で扱えるだけの手続きと承認を経た文書なのかよ。ファイルの管理簿に載ってない文書を探すって海岸で一粒の砂粒を見つけるくらい難しいぞ。通常行政文書は必ず管理簿に登録されます。ってことは単なる登録漏れなのか、突然発生して追加登録も間に合わなかったものなのか。ファイリングされてない書類が公的文書って、その辺に置いてる紙が管理が必要な重要書類ってことやんな。どんだけずさんな仕事してんだよ総務省。こうなったら安藤元局長と長塩元課長を証人喚問した方が早いですね。行政文書の皮をかぶった怪文書の作成した経緯と、その怪文書を小西洋之議員に手渡したのか明らかにするべきだ。大問題すぎて笑えない。え、じゃあただの怪文書じゃないんか。どうにでもなる文書やね、コニタン W。 入手方法によっちゃ小西さんが逮捕とかにならない。管理簿にも載ってないってことはマジで決済も何も取られてなくて、ただ共有サーバーに保存されてただけの電子ファイルってこと。小西はどうやってこの文書を見つけたのか。行政文書ではあるが、行政文書ファイル管理簿へ記載が行われてない。管理されていない文書で高市さんや官僚に責任取れというのはおかしいだろ。大騒ぎした小西や杉尾が議員辞職すればよいんじゃないか。怪文書確定ですよね。それを持ち出して渡した人間と、それを使って国会を空転させた人物は大丈夫なんでしょうか。管理簿に記載されてない、そんな文書をピンポイントで入手できるとはすごいね。誰がすごいかわからんけど、エース官僚や最高幹部が関わった第一級の内部資料が管理簿にないなんてね。バレレ、おかしいな。仮に怪文書なら重罪ですよ。まあ普通に考えたら国会に提出しないよね。出すんだったら人生かけないとできない。どっちが嘘ついてるのかはっきりしてもらいたい。だんだんとボロが出てきたな。小西も杉尾もさすがにそろそろ旗色悪いと気づいて逃げに転じるかな。見物だな。というように信憑性もクソもない文書であることが判明したという声や、流出源はどこなのだという声がありました。いかがでしたか。今回は小西文書が行政文書管理簿に記載されていないことが明らかになったことを紹介しました。極秘文書であるならばどこから手に入れたかも問題になってきますし、いつにこの文書が電子的に作られたかも問題になるでしょう。ただ情報によればこの文書を作成した人物はすでに亡くなっていると言います。
その後に改ざんされていてもおかしくはないでしょう。まさに死人に口なしの状態というわけです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。